ダルスマン氏は、先月北朝鮮によるる人権侵害をを非難すす報告書をまとめた国際調査委員会のメンンバーですダルスマン氏は拉致問題などを含む北朝鮮の人権侵害行為について17日に国連安保理の非公式会合に報告し 国際刑事裁判所への付託を求めるとしています。拒否権の発動も想定し特別裁判所など国連のあらゆる司法メカニズムを動員すると述べ北朝鮮による人権侵害を追及していく姿勢を示しました。